12月に購入した生豆です。コスタリカ COE、トニョ農園、500g。原産国、コスタリカ。生産地域、トニョ農園。品種、サンロケ。生成方法、アナエロビック。点数、87.92.20。エルサルバドル COE、サンタ、レティシア農園、500g。原産国、エルサルバドル。生産地域、サンタ、レティシア農園。品種、パカマラ。生成方法、ナチュラル。ニカラグア COE、モンテソル農園、500g。原産国、ニカラグア。生産地域、日の手賀県モンテソル農園。品種、パカマラ。生成方法、ナチュラル。点数、87.00点。エルサルバドル COE、オランダ農園、500g。原産国、エルサルバドル。生産地域、アパネカ、イラマテペク。品種、ブルボン、ケニア。生成方法、ナチュラル、アナエロビック。点数、87.49点。COE 豆ラッシュの季節となり、今月は4つも購入してしまいました。